皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日も FF15 やっていこうと思います。FF15 は第1章ごとがすんごい長いですね。エンディングまであとわずかと思いきやって感じですよね。その仲間助けないと、早くクリスタルの力を得て。仲間戦闘中ですからね。友達、まだ生きてるかな。生きてるよ、信じるしかない。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。何がしたいのか。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る、絶対。早く戻ろう。なっか、本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。あ、でどうすればいい。どうすればいい。あ、確認。力を貸してくれ。死がよ。何？王様は違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だった。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間がお前を殺しても意味がないんだ。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルごと、その力ごと王を葬り去るのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。俺、みんなと遊んで待ってるから。選ばれしよう。
ノクティス。聖石の力を蓄え、真の王の力を得よ。それが我、剣神バハムートの啓示。剣神に聞きたいことは、この場所について、仲間について特にない。仲間について。闇に抗いながら、お前を待っている。お前が使命を果たし、真の王となることを期待している。この場所について聞きましょうか。聖石の中、星の魂が宿るところ。選ばれし王たるお前が、使命を果たす力を得るための場所。受け入れによって目覚めた六神は、皆この時を待っていた。これより、長き時を費やし、聖石の力を指輪に蓄えよ。そのすべての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。それは、永遠の命を持つアーテンを打ち、夜明けを取り戻す、ただ一つの力。アーデンについて。死骸の元凶たる虫を取り込み、星に害をなす力で不老不死となった者、その汚れた身を聖石に拒まれ、大いにつくことなく葬られた愚かな男、王家への復讐のためだけに希望を眠らせ、ついに世界をも闇で覆った。聖石に選ばれ、歴代の王に守られたお前を討つまで、復讐は終わるまい。そういうことか。真の王の力について。不死となったアーデンを葬る唯一の力、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば、全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。祖国へ向かうがいい。そして
玉座にて最後の使命を果たすのだ。永瀬だ。永瀬智也がいる。赤狼って書いてあったね、今ね。なんで永瀬になっちゃったの？とうとう TOKIO に入る時が来たってことかな。どう見たって永瀬じゃん、これ。ほら。なんでいきなり飛ばされた？アンブラ？アンブラ？ハンマーヘッドで待ってる。真の王、その宿命。え？なんなの？ちょっと見てこっか。お兄さんかわいそうだよな。なんか同じようなシーンが。おお、ちょっとこのスカルの敵かっこいいね。イグニスさんどうしたんだろう、体を貫通しちゃってるけど、スティックが。イグニスさん、んこれといったところがないかな。あ、これかっこいい、イグニスさんのね。でもちょっと暗すぎるかな。あれからどのくらい時間が。夜に包まれた世界、仲間と再会する。誰もいない。アムラは一緒についてきてくれんのかい。大丈夫か？アンブラはなんか攻撃できんの？噛みついたりおしっこかけたりとか、そういう攻撃持ってんのかな？生き残りはいないのか？こういう時のなんかワンちゃんってすごく心強いよね。トンベリ。恨むなよ。トンベリってヤバくない？いいの？トンベリって。うわ、強い。何も見なかったら強かった。ハイポーションかな。ポーションゼロだよね。うわ、つえ。これ回避できない。
んでガードが効かないんだろう。カップヌードル盗まれた。なんだと、ね、俺のカップヌードルに。あれガードタイミングが合ってないんだろうか。俺のカップヌードル返してくれよ。ハンブラは攻撃してくんないらしいよ。ちょっと回復薬ね使いすぎちゃったから。なんかでかいのいるでしょ向こうに。参ったな。やっぱちょっと一人だと火力が劣るな僕の場合。2体か。2体は相手したくないわ。プリンがいるし。何ここ。車はないの。歩きで行けってことだよな。車のマークないもんね。あ、参ったな。じゃあ、わかった。道路沿い行こっか。え、本当に？徒歩で行くの？しかも、バカでかいのいない？あそこに。レベル84だぜ。それでも倒せない。逃げ切れるか。全然無理だよ。歯が立たないよ。なんか本当徒歩なのかな。俺なんかファストトラベルとか行けなかったっけ。これって車に乗ってる時だったっけ。まあ訓練筋トレ代わりで徒歩で行こっか。え、まだいるの。ちょっと迂回というか道路沿いやめよ。怖っ。あいつ怖っ。一撃が重いんだもん。ここ？行こう。こっちから行こう。もうしょうがない。道路から行きたかったけど。よいしょ。アンブラいる？
どっか行っちゃったよ やつ。で、ここってどう行けばいい？方向的には向こう側ですかね。どうした、アンブラ？何か来る。車？車型のモンスターじゃないよね。乗せてください。あの、誰？タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット？はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はい、はい、そうです。え、ああ、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、わかりました。じゃあ。時が経ってしまった。またお会いできて本当に良かったです。ああ、お前もでかくなったな。そうですね。あれが10年前だから。10年。今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに？基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人はだいたいそこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シドは生きてんのか？生きてますよ。でも何度か体調崩して、最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから、工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。死骸が増えて、やっぱりいろんなところで被害もあって、今はイリスとコル将軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスもか？言ってます。最初はみんな止めたんですけど、どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないままか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて、一緒の時もあるし、そうじゃない時もある感じで。へえ。ん？そろそろだ。ノクティス様、着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。うん、ありがとう。うわ、久しぶりハマヘッド。10年経ってたらシドニーちゃんの
お尻とかどうなってる。何が王だ、ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ、たく待ちくたびれたぞ。悪かったな、いろいろ話がある。中で聞こう。10年経っても髪型も変わんねえわ、着るものも変わんねえわ。ハンマーヘッドから出ると最後の戦いが始まります。はい、十分に準備を整えてから戦いに挑みましょう。マジか。わかりました。一泊していいっすかね、じゃあ。ちょっとまあいつでもあれできるか。ここに来るとイベントがなんか始まります。あ、なんだ、確認。大気汚染に関する報告書、地上から高度に至るまでの大気中の微粒子を調査したところ、黒色粒子の増大が確認され、その濃度は高高度ほど高くなった。高濃度の黒色粒子層はオゾン層と入れ替わる形で成層圏に層をなし、太陽光を吸収する特性を発揮、太陽光の減少の原因となっている。高高度の高高度よくわかんない。高高度に高校がこう、まあいいや。高高度に高度な高校が建設されたとか、そういう的な。もうレストランじゃないんだ。うわ、かっこいい剣。黒色粒子調査報告、大気中に増大している黒色粒子の構造が紫外化の原因とされるプラスモディウム変異体に酷似しており、その発生源も死骸であることが確実となった。これまた読めないんだよな、光を嫌う性質ってことですね。の死骸が遮光性の高い黒色粒子を噴出するだけでなく、死亡時に大量の粒子を出し星の環境を変化させると推測される。あんだけ回復薬使ったからね、やっぱダメだな、あんだけいっぱい拾ったのに。発見、赤のチョーカー。装備はどうなってる。あー、そういうことか。カンナギの逆なんて言うんだろう。星を癒し、神と人をつないだ一族の証、残像が現れ共に戦う、世界に愛された女神の矛っていいのかな。回復系とかあるんですかね。星を癒しっていうから、これ回復系ですかね。障壁を立って都を守った王の証、剣を投げつけシフトする初撃は極めて強力。攻撃、防御ともに上がるのはこれですね。561、火力が高ければ高いほど
すごい高いやつは900ありますけど、これ防御力が92まで落ち込む。やばいね。結構食らうね。ここら辺かな。ここら辺入れとこっか。今のこの剣より強いのは持ってないんだ。あーそっかそっか、武器チェンジ忘れてた。どうしようかな。ね、ウィキとかで調べて次どういう属性のどれ持ってた方がいいとか分かるんであれば、これだなっていう感じになるんでしょうけど、全然調べてないから。そういえばケルベロス俺持ってたよね。おお、おお、どうしよっか、迷うとこ。470、484、574。エンジンブレード3、ブラッドソードか。対象の HP を吸い取ることができる。これでも剣に剣持っててもしょうがないような気がするけどね。あとはプラスチになるやつなんかあれば。仲間のも全部見ましょうかね。これまあちょっと時間の無駄になっちゃうから、じゃあ今日はここで一旦動画を切りましょうかね。ちょっと自分で見直します。はい、ということで次回が最終回になるんでしょうか。動画としては最終回をまた、細かく分ける感じになるんでしょうかね。30分以上になったら分けたいと思いますけど、30分様子見てみて、まだまだ続くなって時、それとあもう終わり近いなと思ったら一気にやってしまおうかと思っております。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕のチャンネルは商品紹介、感想、レビューや生活のお役立ち情報、その他バラエティに富んだ実写メインのケルズ。2014年4月よりスタートしたゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ。2017年より新たに設立したゲームチャンネルケルケルームゲームズファースト、そして任天堂ゲームメインのケルケルームゲームズ EX で構成されております。動画解説欄に各チャンネルのリンクがございますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も動画解説欄からどうぞ。